ブリュッセル市庁舎ブリュッセル首都圏地域、通称ブリュッセルはベルギーの首都。域内に憲法上の首都であるブリュッセル市があるが、実際にはブリュッセル首都圏地域全体で首都機能を果たしている。名称は沼、湿地、家という単語から来ている。人口116万人。面積は161平方キロメートルと比較的狭く。 約30平方キロメートルの森林地域を除いて、その領域のほとんどが市街化されている。ベルギーの連邦構成主体の一つであるブリュッセルは19の基礎自治体から構成され、その一つが憲法上の首都である、ブリュッセル市である。フランスのパリの20の行政区と比較されることもあり、小パリとも呼ばれている。しかし、パリとは違い全体を統括する。 市長がいないのが特徴である。2013年に行われたアメリカのダウ・ジョーンズらによる調査はブリュッセルを世界24位の金融センターと評価している。2019年アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第12位の都市と評価されており、特に政治的評価が高かった。 ブリュッセルはフランス語とオランダ語の公式な二言語地域であり、市民は多数のフランス語話者と少数のフラマン語話者に分かれるため、街中にある看板、標識、駅名などは、フランス語、オランダ語の二カ国語表示が義務付けられている。市民は話す言語によって通う学校などが異なり、フランス語、オランダ語話者に対する文教。 言語政策についてはそれぞれフランス語共同体政府とフランデレン政府が担当する。ブルッセルはベルギーを南北に分割する言語境界線の北側にあり、フランデレン地域の首都でもあり、フランデレン地域の政府と議会が置かれている。フラマン系とアロン系の二大民族の他にも欧州委員会など多くの国際機関があるため、欧州連合加盟国出身者が多く住んでいる。 近年は旧ベルギー植民地だけでなくマグリブ、トルコ、イラン、パキスタン、南アメリカなどからの労働者が増えており、国際色豊かで多民族的な地域となっている。移民は一般にフラマン語ではなくフランス語を学ぶ傾向がある。言語政策の煽りを受け、1969年には1834年創立の ブルッセル自由大学はフランス語系のユニベルシテリーバでブルッセルとオランダ語系のベライア・ウナバーセテイトブルッセルに分離した。都市名はオランダ語で沼の村を意味するブルークゼーレに由来すると言われ、新石器時代の紀元前2250年頃から農耕民族が住んでいた。やがてローマ文化を受け入れたカリア人がセンヌ渓谷の商地に定住して、 ローマ帝国の俗領都市、紀元前1世紀から2世紀にかけて、荘園を増やしていった。12世紀には、地理的な利点を最大限に活かし、公易と交通の中継点として、商業や手工業で栄え、職人や貿易商たちは事業を確立していき、貴族たちは要塞や城を築いて、土地の所有権を宣言した。 1312年と1356年には、ブラバント港の特許状を得ることで、ブリュッセルの交易や産業はさらに発展した。やがてブリュッセルは、現在のベルギーのフランデレン地域とワロン地域の一部、オランダの北ブラバント州を包括していた、ブラバント港国の最も重要な都市となっていった。1383年、ブラバント港国の宮廷がルーバンからこの地に移され、 その後4世紀間にわたって変転するヨーロッパの政治の中心地として繁栄した。1430年にブルゴーニュ公国の支配下に置かれ、シャルルゴータン公の死後の1477年からは、フランシュコンテ・ネーデルラント諸州と共に、シャルルゴータン公の娘マリーと結婚した、ハプスブルク家のマクシミリアン一世の領土となった。ブルッセルとブラバント公国は、 ラテン語文化圏とゲルマン語文化圏の境界であったが、ハプスブルク家の支配は、スペイン領ネーデルラントにおいて、ロマンス語の衰退をもたらした。1555年に、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール5世が、退位し、息子のフェリッペ2世に統治を譲る。ブリュッセルの市民は、スペインに住む、この新しい君主に、宗教、文化、階級の違いから、 ことごとく反発し、暴動を起こした。次第に信奉者が増えていくプロテスタントに対して、カトリックを信奉するスペインハプスブルク家は、厳しい弾圧を持って臨んだ。この宗教的対立は、製造破壊運動を経て、ついにプロテスタントの反乱、宗教改革となった。1567年この地域へ派遣された、スペインのネーデルラント総督アルバコ、フェルナンド・アルバレス・デ・トレドは、 ブルッセルに司令部を置いて、反乱を打ちがした。彼の恐怖政治によって、エフモントハクラ・モラール、ホールネハクラがここで処刑された。1576年、ブルッセルは、スペインの支配を脱し、勝利を収めたネーデルラント連邦共和国に入ったが、1585年には、アレッサンドロ・ファルネーゼが指揮するスペイン軍に攻略され、再び、スペイン領ネーデルラントに加えられる。 1792年には、フランス革命軍によって占拠され、ナポレオン戦争が終結する1815年まで、フランスの支配下にあった。1815年のウィーイン利停止によって、現在のベルギーとオランダを含むネーデルランと、連合王国の都市となった。1830年、ブルッセルの王立モネ劇場で、オペラの上演中に興奮した観客が暴動を起こし、 ベルギー独立革命の引き金を引いた。革命に際しては、ブリュッセルはその中心地となり、1831年にベルギー王国の首都となった。かつてブリュッセルは、市街地の南北に鉄道のターミナル駅を持ち、市の中心部は鉄道網から阻害されていた。1860年代、この間隔に線路を敷設しようという計画が持ち上がった。しかし、 用地の買収は困難を極めた。戦後の1952年にようやく完成し、ブリュッセル中央駅が誕生した。翌年、ブラッセルコンベンションが誕生した。1958年に万国博覧会を開催し、北大西洋条約機構と欧州委員会の本部をブリュッセルへと誘致した。2014年11月6日に、 緊縮財政政策に反対する12万人規模のデモが行われ、警察が放水車や催涙ガスで押収した。2016年3月22日には、ブリュッセル空港と地下鉄駅において、アイスセルによる連続爆破テロ事件が起きた。欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属する。過去100年平均で、年間で200日は、降雨がある。 ブルッセルは地理的にはベルギーの言語協会の北側、フランデレン地域に位置するものの、住民の8割はフランス系であり、この地の扱いがフラマンワロン領民族の対立の焦点となっていた。1932年の言語法によってベルギーはフラマン語地域とフランス語地域に分けられたが、ブルッセルは特別地域として、両言語併用の二言語地域とされた。 1963年には、ブルッセルに属する19自治体が二言語地域とされた。1970年にはベルギーは、フラマン、ワロン、ブルッセルの3地域に分けられることとなったが、ブルッセルの扱いにおいて、両民族間に対立が生じた。ブルッセルはフランス語系住民が多く、ブルッセルを他の地域と対等とすると、総人口で劣勢なフランス語系が、 ベルギー3地域のうちに地域で優勢を占めることとなる。それを避けたいフラマン系と影響力を残したいワロン系の論争となったのである。結局、東部のドイツ語共同体にも行政府と議会を設け、地域と共同体の日本盾の政府を作ることで、両勢力に妥協が成立し、1989年には19、 自治体を領域とするブリュッセル首都地域行政府並びに議会が開設された。そして1993年には3つの言語、共同体と3つの地域政府からなる国家として、ベルギーは完全に連邦化された。現在、ブリュッセルには、ベルギー連邦政府とブリュッセル首都地域政府が置かれているほか、フランデレン地域共同体政府の政府及び議会も置かれている。また、 フランス語共同体政府の政府、議会もブリュッセルにあるが、ワロン地域政府は、南のナミュールに置かれている。1234456789910111213141516171819。ブリュッセルは、以下の19の基礎自治体から構成されている。欧州議会ヨーロッパの中央部にあり、各大国から近く交通の要衝にある上に、 小国の首都であるブリュッセルにはヨーロッパ全域にまたがる国際機関の本部が多く置かれている。中でも最も重要なものは欧州連合の初機関である。欧州委員会はブリュッセルにあるベルレモン庁舎その他の市内の庁舎に欧州連合理事会事務局は同じくブリュッセル、ベルレモンの向かいにあるユストスリプシュース庁舎に置かれている。欧州議会の本会議は 本部のあるストラスブールで開かれるが、ブリュッセルにも1989年にエスパース、レオポルド会議場が建設され、欧州連合初期間との連携が取りやすいことから、現在では欧州議会の会議の4分の3がブリュッセルで開かれている。欧州連合に明示的な本部の指定はないが、こうしたことからブリュッセルは事実上の欧州連合本部所在地とされている。 ブリュッセルで働く欧州連合職員の数は3万520人に上る。ブリュッセルに欧州連合の施設が多く立地するのは、その前身である欧州原子力共同体の本部や欧州経済共同体の多くの施設がブリュッセルに置かれていたからである。これに欧州石炭鉄鋼共同体を加えた3機構が1967年7月1日に、 ブリュッセル条約によって統合され、欧州諸共同体体制が発足。この時に、各委員会の部局がブリュッセルに置かれることとなり、1969年には、それを収容するためにベルレモンビルも建設された。北、大西洋条約機構の本部もブリュッセルにある。これは、1966年に、フランスのシャルルド、ゴール大統領が、ナト o からの脱退を宣言し、 それまで本部のあったパリからの移転を余儀なくされた NATO をベルギー政府が誘致したものである。現在、本部はブルッセルの北部にあるエベレ地区に置かれている。また、ベネルクス経済連合やコインブラグループの本部もブルッセルに存在する。日本は欧州連合にも NATO にも加盟していないが、政府代表部をブルッセルに置いている。 またアメリカ合衆国通商代表部の事務所が置かれている。ユーロクリアと国際銀行間通信協会に加え、ロスチャイルド系グループ、ブリュッセル・ランバート本部とソフィナ本部まで抱える。16世紀より欧州郵便網の起点であった歴史を持つ。1893年、フレンチコロニアルユニオンのジョゼフ・シェレが国際植民地学院の設立を提唱し、翌年に、 議会の承認を得た。学院は植民地の行政、法制を比較研究する目的でブリュッセルに置かれた。ブリュッセルは世界有数の美食の都として知られ、特にグランプラスの北側にある色桜地区には多数のレストランが集まり、地元住民や観光客が多く訪れる。また、ブリュッセルはベルギーチョコレートの中心でもあり、ノイハウス、ゴディバ、 ピエール・マルコリーに、ビタメール、レオニダス、ガレといった有名店がのきなみブリュッセルに本店を構えている。また、ベルギーワッフルでも知られている。ワッフルには四角で柔らかくて大きく、上にソースやアイスクリームを乗せるブリュッセルワッフルと丸くて焼いて食べるリエージュワッフルがあるが、ブリュッセルではレストランで、ブリュッセルワッフルをスタンドでリエージュワッフルをどちらも食べることができる。 グランプラスギャルディさん、チュベール小便小僧、ありがとうございます。